隣の晩御飯、米助です。今日はですね、東大和市のミニミニホールにやってまいりまして、ここで、落語会があるわけなんですが、さて一体どんな方々が出るのか楽しみでございますけど、早速突撃してみたいと思います。突撃。ナンシーですね。おはようございます。もう入ってる誰か。おおはようございます。おー、明けましておめでとうございます。笹丸が、笹丸でございます。入ってました。はい、よろしくお願いいたします、ね。竹丸さんのお弟子さんでございます。はい、竹丸のマナ弟子でございます。マナ弟子師匠に怒られる。マナ弟子って言わないと怒られるの。いや、ちょっと言ったから怒られるかなと思って、変なこと言ったから。すいません。もう何年目？今年で10年になります。じゃあ間もなく、あと4年ぐらいで1年中。どうですか？頑張ります。どうなんでしょうか？ヨネスケ師匠のお力でなんとか。いやいや、でも元々は話しかなげなくなかったんだろ？まあそういうか、まあはい、大学生時代はずっと公認会計士を目指してました。公認会計士を目指してた。はい。うん。その会計士の勉強の最中に落語に出会いまして、そっちに気持ちが。公認会計士は何が嫌だったの？いやじゃないんですけど、会計試験落ちまして、あ、落ちた。はい、落ちまして、うん、将来どうしようって時に、うん、もう落語好きだから落語の道に行って、急転換で入りましたです。好きな落語家は誰？あ、好きな落語家は、まあ僕はその落語への入り口が新潮師匠だったので、うん、未だにやっぱり新潮師匠を聞いております。そうですか。はい。ね、竹丸さんって言わないところがいいところ。ちょっと待ってください。あれ、これもしくじる。いや、師匠、うちの師匠、ヨネスケ師匠のチャンネルずっと見てるんで、マジで、本当毎回見てるんで、マジで怒られます。こちら、前座のナンシーですね。桂ナンシーだよね。はい、桂ナンシーでございます、はい。よろしくお願いします。師匠は？あ、桂コナンでございます。コナンさんのお弟子さんで、はい、ナンシーって南の海って書くんだよな。はい、南の海と書きまして、うん、はい。英語で読ませて、はい。英語で読ませたのか。英語で読ませて、はい。ナンシーって。はい。ああ、そうか。もう何年やってんの？4年目に、はい、入りました。入って。はい。で、落語のどこが魅力だったの？落語。私、先代の芭蕉師匠が大好きで、うん、もう、色気というか、なんとも言えない雰囲気みたいなものに憧れまして、うん、そういう独特の雰囲気を自分で作り出せるっていうところが、すごく素敵だなと思いました。うん、いいな、最近の落語家はみんな誰が好きって言うと、てめえの師匠言わないもんな、コナンって言わないもんな。すいません、すいません。いや、うちの師匠も大好きです、もちろん。もうだ、もうだ。もう大好きです。うん、大好きです。今、得意な落語は何？得意な、自分で言うの、うん、あ、でも昨年末に好楽師匠から鶴をあげていただきました。うん、まだあんまりかけてはないんですけど、好楽亜美さんから。はい、好楽師匠から。じゃあそれを得意にしてみたいな。得意にしたいなと思いますね。前座で一番大変なのは何？前座で一番大変なの、うん、私は朝起きられないので旅の仕事の早い空港に、うん、空港に早い時間に行かないといけないっていうのが一番辛いです、うん、私は。そう、はい。目標は何？目標、あ、人間国宝になりたいです。すごい。勉強させてください。南の海と書きまして、海を英語で読ませまして、ナンシーと申します。 ありがとうございます。私の師匠が居酒屋で泥酔している時につけてくれた大変名誉な名前でございます。覚えていただけたら幸いでございます。感想は？なんかちょっと私のせいでお客様を寝かしてしまい申し訳ございませんでした。ああ、もう入ってましたね。おはようございます。どうも、京之助さんでございます。柳京之助でございます。俺初めてかな。いや、以前に、うん、はい、でも随分と間が、うん、ご無沙汰ばかりで。ですよね。失礼いたします。落語協会でございますけど、はい、柳屋三協のマナ弟子でございます。マナ弟子、何番目？前にマナ弟子が一人いたような気がする。三協さんにさ、師匠にさ、はい、なんかアドバイス受けてることってある？あ、
そうですね、私がよく言われるのは、お前は説明方だってよく言われますね細かいことをいちいちこう付け足して喋るから逆にこうおかしくなっちゃうって、もっとお客さんに委ねなさいみたいなこと言われますね。あ、佐久さんが例えてるなら、だからここにリンゴがありますっていうだけでお客さんはいろんなリンゴを想像するのに、私の場合はここに赤くてツヤツヤして葉っぱが一つついて大きさがこのぐらいのリンゴがありますって事細かに言っちゃうんですね。なるほど。それがうちの師匠としては、お前はそれが邪魔だ余計だ、リンゴがあるって言っただけでお客さんがいろんなリンゴを想像するんだから、お前はもうお前の親切心は邪魔だってよく怒られます。言葉はなるべく重ねないで排除しろというふうに。ありがとうございます。どうも、これは明けましておめでとうございます。YouTube 撮らせてもらっていい？全然もうよろしくお願いいたします、はい、せっかくですから名前、まあ、あのえぐみでございまして、和夫と豊です。はい、よろしくお願いします、はい、もう何年やってる？言うのも恥ずかしいんですけど、もう今年で昭和61年からやってますので38年目になります。38年目です、はい、やってて一番面白い時って何？やっぱり、お客様がものすごくあの笑っていただいてる時が一番。それがえぐみだ、俺祭り組って言うんじゃないどうしてですか？もう老眼だからね。僕はあれです、あの漫才楽しい時は、うん、老眼のベテランの師匠がカメラを構えてずっと僕たちの前立ってる時が一番。俺のことじゃねえでも漫才やってて何が一番大変？何ってやっぱり、生活ですかね。そりゃそうだ。突撃おめでとうございます。あちらの名前出ております。はいはい。相手ね、えぐみと申します。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうぞ、お気遣いなく、あの、もうすぐ帰りますので、ありがとうございます。どうですか、皆さん、今日大丈夫ですか？お宅を出るときに、ちゃんとお線香の火は消してきましたから、ね。朝丸が着物に着替えて何を持ってるんだそれ？東大和の名物ありますかと聞いたら、この馬兵衛というキャラが推しだそうです。馬兵衛。馬兵衛。お椀をかぶってるんですけども、うん、これは何ですかって聞いたら、ちょっと誰もわからなかったです犬ですかねっていう。馬兵衛。馬兵衛です、はあ、東山とのマスコットです。マスコットキャラだそうです、ね、はい。そしてこうやってほら袴を履いて、はい、いいね、はい、頑張ってまいります。はい、ありがとうございます。ハミング寄せ、この辺でお開きでございます。ありがとうございます。